どうもこんばんは、ピヌさんです。チャンネル登録よろしくお願いします。スーパーマリオメーカー2やっていきましょう。次はね、そうなんだよね、星4なんだよね。でも星4があった後星3が4つも続くよね。大変だね。まあまず見てみて、ダメやったら諦めますけどね。諦めるか、あのルイージのパーツ使って強制的にクリアしますね。パタメットを乗り継いでいくコースを作ったぞ。ちゃんとゴールまで行けるか誰か見てきてくれない？一度上に行ったパタメットは下に行かないか気をつけて。一度上に行ったパタメットは下に行かないから、どういうことだ？パタメットを乗り継いで、こいつか。違う。そういうことじゃないね。いや、あれの上に乗るんだね。お、まあそうだよね、こういうことだよね。あれでもなんかゆっくり進むな。そっか、乗り継ぐのか、こうやって。これだって、上に上げとかないと多分今後の展開に支障をきたす気がするんだよな。まあこれくらいで。危ない。上にある。ほっ、マジか。これどうしよう。パタメットすごい上に行っちゃうんだけど、みんな。危ない。落ちる、落ちたー。これむずいぞ、むずい。これはむずいな。どうしよっかな。パーツ使いたいわ。パーツ使いたいけどさ、これ、やっぱりこのシーンだけなんだね。ちょっと待って、危なくなったらパーツ使おう。これ何個か先に行かせてた方がいいんじゃない？実は。じゃあまあこれくらいから行きましょうか。でも一匹をめっちゃ使って、よし、今のところ大丈夫かな。なんか気持ち離れると、気持ち離れると下がるような気もするけどね。今回は多分このステージだけで動画一本終わる気がするわ。乗り継ぎに失敗してるもんね。6体目ぐらいでいきますか。はい。7体出てくるのかな ?8 体まだ出てくるね、いっぱい。なんか出まくるんじゃない？意外と。どうしよっかな。危ない。よっそこにぶつかって死ぬ。ちょっと、全然クリアできないな。クリアできる兆しもないもんね。パタメット、まあこの辺でいきましょう。これジャンプして調整するみたいなことなんじゃないの？実は攻略法としては、こうやってジャンプしとくっていう。なんか下に下がってって気するよね。うわ、危ない。
ね、下に下がってってるよね、だって。あ、これだ。で、この辺で上がる。よし。で、ジャンプしておく。そうだ、ジャンプしておけばいいんだよ。なんか今んとこいい感じだよね。いい感じ。うわ、来た。クリボー、そうか、泳ぐのか。これ分裂するだろう、多分こいつ。そうだね。あ、もうゴールじゃん。よかったー、短くて。助かったー。ゴール。よかったー。これ星4だったでしょ、だってね。ふぅ。よかったー、クリアできたー。300枚、おっきいなー。さあ、ステンドグラスを作りましょう。あとはステンドグラスを残すのみ、ラストコールをお願いします。それでは行きましょう。ステンドグラスにラストコール。じゃあ本当に作っちゃいます。 OK、 それじゃあ工事スタート。うん、あと5回か。ステンドグラスの工事始まりました。さあ、お願いの方どんどん叶えて工事を進めましょう。あー、お願いが8件増えてる。永久に終わんないな。どうしよう、101とか出てきたらどうしよう。怖いな、やだな、変だな、怖いな。いきますか。プンプンの、違う、ブンブンの夜な夜なパーティー。風の吹く町にブンブンをいっぱい置いたのだ。これだけいれば誰もゴールできないだろう。もしゴールできたなら褒美を取らせてもいいぞ。ブンブンってあの蜂だろ。あの蜂が風の吹く町にいっぱいいるって。もう意地悪だな、もう。あー、吹いてる。これやっぱ砂漠がイメージなんだろうな。あ、一方向だけか、風。うおほほほ、うおほほ。ブンブンは、あ、ブンブンってこいつか。多分そうなんだろうな。蜂じゃなかった。うわ、来た来た。落ちろ、落ちたー。え、鍵を？え？鍵取ってこいって？これ多分倒すんでしょ？倒さないと鍵出てこないパターンじゃない？あ、やっぱりそうだわ。え？これ下足場あったね。まあ入るか。一個一個開けていこうか。うわ。あ、なんか別に頑張って取らなくてもいい感じの鍵の場所だった。うわ、風。うわ、びっくりした。ふぅ。よし。お、ドッスンだ。ん？まあ、ドッスンはいいんだけど、上どうやって動かすんだろう。うー、こいつ外れなのかな。あ、外れだった。何外れって。あー、よし。あ、中間。ん、ん、どうする、どうした。あー、危ない。あー、落ちちゃった。え、あんなところに鍵穴があるね。行っていいの？うわ、でっか。あー、そういうこと。そういうことしちゃう。うわ、でっかい。こいつボスじゃない？祭り。
祭りじゃないよ、もう。おお、死んだ。よし、ああ、風。よし。ゴールか、これで。ゴールだな。はい。上から行けたんだね。なるほどね。さあ、ゴールだ。これ、お城が完成したらもう一段落なんかありそうだな、特別なステージが。追って追われてマグナムキラー。ガッハッハッハ、この城はマグナムキラーに守らせることにしたのだ。ここをクリアできる者はいないか。いたら褒美を取らせよう。ただし、Y ボタンでダッシュしないとマグナムキラーからは逃げきれないぞ。追って追われてか。まあスピードランみたいな感じじゃない？追って追われてマグナムキラー。ん？うわ、その向きは想定外だったな。あ、やっぱそうだ、スピランだ。うわ、来た来た来た。いやー、あー危ない。うーわ、なるほど。これはあれだね、ミスができないんだ。よし、行こう。はい。はい。ここで稼いとかないとね、この辺で。よし、オッケー。ここで、ジャンプ。で、落ちる。叩く。これ多分ギリギリで、やると、あ、死なないんだ。ブロックに挟まれて死ぬのかなって思ってたのに。うわ、危ない。危ない、危ない、危ない。よかった、中間あった。あー。何それ、何それ。ちょっと待ってよ、これもミスできないやつだ。うん、中間からね。これルイージが助けようもないよな。あ、でもあれか、キノコぐらいは。あ、あとタウ使えばもう一瞬だね。大きくなんない方がいいかな。うわ、あー、ゴールだ、よかった。ふう、よかった。うん、あと3回。もう 95% だ。壁キックマス、あー、壁キックは今日やりたくないからやめる。オンオフスイッチでのこのこ運び。さあ、頭の体操の時間がやってきたぞ。オンオフスイッチを切り替えてうまくのこのこを運ぼう。君はゴールできるか。のこのこを運ぶ。のこのこをあれか、移動させるのか。ああ、これ見たことあるわ、こういうの。こういうのいいよね、気軽で。うん。お？おお、はい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 。はい。ああ、違う違う違う、もう一個か。ほい。うんうん。うん？ああ、なるほどね。はいはいはい。
あ、これ失敗したパターンでしょ。あれ？反対を向いちゃうな。なんでだ？そっか、そういうことか。お、はいはいはい。よし、いったー。はい。ん？向きか。おー。わー、違う。わー、危ない。あー。そっか、死んじゃうんだ。よし。ん？でかい。うん。ん？殺すのかな？違うね。あ、わかった。ここで叩くんだ。え？叩いたとしてさ。ん？どうするんだ、これは。叩くんだと思うんだけど。え、移動しないもんね。移動、滑んのかな？ちょっと待って、どういうことだ。うん、あれどうやって落とすんだろう。ダッシュジャンプ？まあ落としてキックして壁を割るんだろうけど、ん？ちょっと待って、わかんないぞこれは。これ飛ぶのかな、すごいジャンプダッシュしたら。違う違う違う。はっ、いやそんな飛ばないよね。なんか肝があるな。でも肝があるけどわからないな。これ死んじゃうもんね。どういうことだ。どういうことだ。違う。か、頭の体操だね、確かにね。んー、ちょっと考えよう。もう時間ないんだよな。まあ落とさないといけないよね。で、あの右側の赤がなんか意味があると思うんだよ。あ、このタイミングで叩くんじゃない？乗る。乗ったら？あー、動き出すのか。こうやって落とす。時間ないわ。時間ないよ。え、行って。わかんない。危ないけど、ゴールした。よかった。ギリギリだったね。あれは気づかないわ。
2分ぐらい考えてたわ。うぅ、どうしよっかな。今日はこの後用事があるんでね。時間が取れないんだけど。じゃあなんかこの辺の簡単そうなやつ1個やって終わりにしましょうね。ピョンチューマンション？ピョンチューって何？ネズミ？ピョンチューをいっぱい置いてあるんだぞ。ゴールできたらご褒美だ。ヒントはそうだな。お前がジャンプしたらピョンチューも真似してジャンプするからそれを利用するんだな。いやー、込み入ってる説明がなんか複雑そう。ピョンチューマンション、あー、ほんとだ。そういうことか。ピョンチュー動かないんだ。え？これ倒すんでしょ、多分。これ倒すんだよね、多分ね。ああ、やっぱりそうだね。で、鍵をゲット。ん？今のうちに。おお。よしよし。ピョンチューなんか初めて見た気がするわ。はい。はい。ん？まあ下からだよな。あ？違う？あ、死ぬんだ。こんな、あ、これは逆だ。え、でかっ。え？逆、え、違うんだ。こっちから？え？どういうことだ？あー、そういうことができるんだ。逆でも死ぬんだ。いやー、怖っ。キノコ、あ、よかった、キノコ。はいはい。うんうん。ん？ここは入れないのか。おー、びっくりした。ピンポーン。はい。え、これ行っていいんでしょ？あ、キノコだ。あ、危ない危ない危ない。ぷにゅん。ジャーン！おー、ゴールだ。よかったー。そっか、登っていくコンベアでもしゃがんでれば敵を倒すんだ。あれ、気づきづらいね。うん。まあ残り1個で完成なんですけども。お？あれ？あら、あ、親方がいなくなってる。もうキノピオも震えてるし。まあでも頃合い的にちょうどいいですね。ちょっとね、今日は後ろが決まってまして、予定があんまり長くできないんで、今日この辺で終わりたいと思います。まあ次回で一応ストーリーモードエンディングいければいいかなと思うんですけども、マリオメーカーのストーリーモードに残ってるダンジョン残り多分40個ぐらいあると思うんですけども、これも全部やる予定なので、お付き合いください。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。